1971年の台風のデータ。この年は台風が早いペースで発生していたため、台風8号から26号までのすべての番号の台風と台風6号、28号、30号、32号、33号がそれぞれ同じ番号を持つ他のどの年の台風よりも1951年からの統計史上最も早い日時に発生した。その影響もあり、 年間の台風発生数は36個とかなり多くなり、統計史上1967年の39個に、ついで2番目に多い記録である。日本には13個の台風が接近したが、うち4個が本土に上陸した。8月の台風23号は、8月としては過去最強の勢力で上陸して、被害をもたらした。 19万 7101.01W19 万 7102.02W ベベン19万 7103.03W カリン19万 7104.04W ディディン19万 7105.05W19 万 7106.06W イタン台風6号としては統計史上最も早い日時に発生した 19万 7107.07W ジェニン19万 7108.08W ヘルミン台風8号としては、統計史上最も早い日時に発生した。また、5月に台風8号が発生したのは、この年のみである。19万7109.09ワット、愛心台風9号としては、統計史上最も早い日時に発生した。また、 5月までに9個の台風が発生したのは、この年のみである。197,110.10ワットルディン台風10号としては、統計史上最も早い日時に発生した。また、台風10号が6月に発生したのは、この年と1965年のみである。197,111.11W マメン台風11号としては、統計史上最も早い日時に発生した。 また、6月までに台風が11個発生したのは、この年のみである。197,112.12W 年年、台風12号としては、統計史上最も早い日時に発生した。197,113.13W 台風13号としては、統計史上最も早い日時に発生した。197,114.15W ペパン。 台風14号としては、統計史上最も早い日時に発生した。197,115.14W オニアン、台風15号としては、統計史上最も早い日時に発生した。また、7月に台風15号が発生したのは、この年と1965年のみである。197,116.16W 露心、台風16号としては、 統計史上最も早い日時に発生した。また、7月に台風16号が発生したのはこの年のみである。19万 7117.17W 台風17号としては、統計史上最も早い日時に発生した。また、7月に台風17号が発生したのはこの年のみである。 19万 7118.18W 試算台風18号としては、統計史上最も早い日時に発生した。また、7月に台風18号が発生したのはこの年のみである。19万 7119.19W19 万 7120.20W トライニング台風20号としては、統計史上最も早い日時に発生した。 19万7千 121.21W ウリン台風21号としては、統計史上最も早い日時に発生した。19万7千 122.22W 台風22号としては、統計史上最も早い日時に発生した。19万7千 123.23W19 万7千124台風24号としては、統計史上最も早い日時に発生した。 また、8月に台風24号が発生したのはこの年のみである。197,125.26W197,126.27W 台風26号としては、統計史上最も早い日時に発生した。197,127.29W、ウォーリン 197,128.30W、 ヤヤン台風28号としては統計史上最も早い日時に発生した。19万 7129.31W19 万 7130.32W アディン台風30号としては統計史上最も早い日時に発生した。また、台風30号が9月に発生したのはこの年と1967年のみである。 19万 7131.33W バラン19万 7132.34W クリシンラダ,ダン台風32号としては、統計史上最も早い日時に発生した19万7133台風33号としては、統計史上最も早い日時に発生した19万7134.3 5 w 5万七1 9 7 1 3 5 3 6 37, w 九万七1 9 7 1 3 6 3 7 w ありがとうございます。